ちなみに LA だってもう住んで長いでしょ、かなり。まあね、最近、パタとうちが近所なんです、引っ越しまして、私が、で、二人で引っ越して、まあ、同じ棟じゃないんですけど、もう本当歩いてすぐなんやってきたんですよ、彼が、彼が、ね、ちなみに環境ってどういう感じの環境のところですか、これは。どういう環境ですか。人がいいには代官山のようだと。わかんねえな、代官山みたいなのがあったみたいな。いやいや、さっき昨日言われたんですけど、らしいですよ、そういうところらしいですよ。また環境のいい、セーフティーな、セーフティー。だって僕は引っ越したのがやっぱりすごくデンジャラスだったから、前のところが。前のところは夜中の3時にショットガン構えた男が、男っていうかおまわりさんなんですけど、道端で伏せてる男となんかやってたりするんですよ。マジかいそれ。いやいや、本当に本当に本当に、そこにまだヒースとヒースとトシはまだそこにいるんですけどね。もうショットガン地帯に、ショットガン地帯にショットガンとビッチ地帯に引っ越す前には火事になるし、そう、引っ越す前にさ、僕寝てたのね、そしたらすごい音がするの、クイーンなんか言うとか、うっせえなって窓開けたら、バックドラフトみたいな格好した人たちが7人ぐらい、兄ちゃんがチェーンソーで屋根切ってんの、煙と火が出てるの。マジかい、それもう市川さんと俺の距離ぐらい。ほんと、すぐそばでそんなチェーンソーガーッなってんだ。チェーンソーの音で目が覚めた。でもその平行上にはトシがいるはずなんだけど、トシ何も知らないの。結構する。前俺車検地に泊まった時に、車検地の横で暴動が起きて、なんか火柱が上がってるのを終わらせたことあるんですけど、ロス大変だよね、結構ね。じゃあご近所付き合いとかやってるんですけど、ご近所付き合いで、この男だってなんか犬の散歩だか猫の散歩だか、なんか夕方してんでしょ。いや、うちの周り回ってるらしいけど、うちの周り回ってるらしいでしょ。そうなの。いや、まあそこら辺は歩いてる時ありますけどね。歩いてますか。ねえ、でも生活形態は最近はどうなんですか、サイクルは。向こうではこの男はだってなんか朝の7時半にゴルフだっつっていねえし。あ、ゴルフやってんだ。まだやってるよ。楽しい。うん、向こうコース安いってのがなんかいいなみたいな。だっていつでも行けるもん、たまに歩かないと。お前どこのお兄ちゃんだみたいな。ロスにいたら歩かないで。だってだって、いや、まあそれはまあそうだけどさ、仕事の方はやってんの。うん、自信ないけどね。よくわかります。ヒデの方は。俺はだいたい10時ぐらい起きて、でまあ昼から作業ずっとうちで。自分のやつとか、自分のやつとかエクスのとか。で、X の時にパター呼んでいねえのよ。いねえのよ。ゴルフ行ってんのよ。7時半から行ってます、だって。悠々自適の生活を送ってますな。まあ、そういう時だけに電話かけてくるんですけどね。でさ、夕方ぐらいに捕まえたと思ったらさ、ごめん、飲んじまってさ、クラブハウスからかなんかからかかってきちゃった。お前、クラブハウスで飲んでんのかい。え、まあね、バーあるからね。大人だなとかって思って。大人の付き合いだよね、なんかね。ありますが。でもヒデの場合はさ、X の相場を見て、こう、自分の曲も作ったりとかしますけど、まだ自分の曲は。ん？いや、つまり聞かなきゃよかった。だってほら、一応、この間出したじゃん、一応。まあ、そうです。じゃんって。まあ、そんな人になんかそんな、なんか、出したじゃんって、とか許可もらっていいのかな。宿題じゃねえんだよ。確かに。出したじゃん。まあ、宿題に近いもん。近いかい。この男、何も変わってません。